農福寺は、兵庫県神戸市兵庫区にある、天台宗の寺院。震災国33箇所、第23番札所。兵庫大仏で有名である。寺伝では、延暦24年に、最長により農福後国密寺として創建されたと、されており、日本最初の密教を教家令状と称する。平野清盛所苑の寺としても知られており、自称4年には、 福原慶遷都計画に伴って、平家一門の祈願寺に定められたことで、大伽蘭が建設され大いに栄えた。その後、広告二年、略王四年に、平家で七堂伽蘭すべてを消失したが、慶長三年に、長森法院が再興したというつけがある。江戸時代の自覚は、京都省令院門跡の院下であった。1891年に、 合商南條昇兵の寄身により、大仏が混流された。この大仏は1944年5月に、金属類回収令で解体されて、国に供出されるまで、日本三大大仏の一つに数えられた。現在の大仏は1991年に、再建されたものであるが、その材料には、戦後になって解体された大仏を発見した、当時の住職が、回収保管し、 再建時にその金属片を混入したものを使用している。広車な仏像で、造重量約60トン、造高11メートル、連台と台座を含めると高さ18メートルになる、巨大な座像である。1991年5月の海岸法要には、奈良市の東大寺館長、鎌倉市の高徳院館主が臨席した。ありがとうございます。